listening to Shibuya Cross FM。それでは放送の時間となりました。今日はあの地域創生 SDGs 一言ものを元気にする番組をスタートします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。パーソナリティは東京農業大学教授の木村俊明、オンライン担当は後藤寛也でお届けいたします。スタジオには今日樺沢優也さんが来ていただいてますので、後でまた登場してください。もういつも言ってるんですけど、もう6月中旬1月からで、ね、もう半年が過ぎようとしているという。自分はこの半年間何やったんだろうと、どんな人たちと一緒に何をやってきたんだろうというのことをですね、時々こう考えるんですけど、本当はあの新型コロナがまだ続いてますので、なんとかあのそのコロナに負けずに、まあ、もちろん十分注意しながらですね、過ごしていきたいなと思ってます。で今日のゲストは本当はスタジオに来てほしかったんですけど、私があのよく提唱している五感六育、そのうちの健育、健康に行く健育を推進するあのダンス運動小樽塾の代表小林秀夫さんに登場いただきます。この小樽からなんですね、登場いただきます。北海道小樽、いろんなところでテレビとかで 見ません？はい、あの答えていただけで、今日はあの小樽からなのでオンラインで、はい、あの登場していただくということで、あのお願いします。本当お忙しい中と、後でもうこの後ですね、すぐ出ていただきますけども、小林さんよろしくお願いします。で、あれあのこれからあの地域創生とか SDGs ですとか、またはあのそのいかにあの健康で過ごすか、この間あの80歳の壁っていう本も出てますけどね、なんかもう80ぐらいになるとだいたい人のお世話になると、でもできる限りこう心がける、運動したりとかですね、心がけてそれを少しでもこう長めにしたいの、いわゆる人のお世話になるのですね、というようなことでの今日はいろんなそういうあのためになる、そして楽しいお話をお聞かせいただこうと思っています。よろしいですかね、はい、ではあの小林さん、小林秀夫さん、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。まず最初に自己紹介をお願いします。はい、今は私は北海道小樽におります。はい、日本全国同じ日の6月16日時差はありません、はい、12時を回りました。北海道小樽でもってですね、はい、地元でもって、いろんなダンスのいろんなノウハウを使って、はい、今のやはりあの運動不足解消のために、はい、ダンスだけじゃなくてどのようにすると市民が健康で一日を楽しく過ごせるのかといったような活動もしております、はい、よろしくお願いします。これからあの約50分間よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは座右の銘から教えていただこうかと思います。どうしてそんなに健康でいれるんですか？はい、座右の銘よりもですね、はい、今ちょっと前までね、はい、小雨が降ってたんですよ小樽は、はい、それがあのなんとですね、木村教授の声を聞いたところなんと天気が良くなりました。いやーもうめちゃびっくりしてるところです。いえいえ、はい、向かうところ雨行きなしと言われてますね。天もう天の空までね、はい、木村先生の声でもうちゃんとこう天気になるということは非常にもうすごいパワーだなと思ってます。そのパワーをいただきながらですね、はい、僕の座右の銘なんですが、はい、やはりあの歴史明治からのこう先祖が小樽に住んでるもんですから、そうですね、結局やっぱりそういった先祖を大事にするために、はい、慶応傀儡、継続の慶に、はい、あの往復の王、はい、そして開く、そして来ると、はい、いうことでもってですね、やっぱり先祖がやっぱり代々やってきたそういった要するに残職人のですね、はい、魂を未来にどのように伝えていくかということをやっぱりこう私の今時代でもって、はい、5代目ですので、はい、そういったことをちょっとこれから考えて地域社会に貢献したいなと思ってる次第です。もともとあれですね、お父さんがのこの目立て職人ので、はいはい、いろいろな
材木屋さん工場とかなんかを回っておられたっていう、そうですね、聞いてました、はい、あの木村先生がやっぱりあの仕掛けた職人の会、はい、あの小牧先生とですね、はい、最近た、ま、あのちょくちょくお会いしてですね、あのやはりその小樽の、はい、その職人たちのなりわいがすごくやっぱりその小樽の経済界をですね、あの支えてきたと、はい、まあ、それをあの職人の会を作ったのが木村教授であるということもですねあの小牧先生とよくいつもお話出てくるんですけどももう大変ですよ、いろんな人と話すると必ず木村教授 の、 あの名前が出てくるもう本当にどこにいても出てくるっていうのがもう本当にあの面白いですね、すごくね、いつも何を教授してるのかって言われますけどそれだけやっぱり活動活発になっているということですね、はい、はい、で趣味は何でしょうか。趣味ですか、はい、いや僕の趣味はあのたくさんあるんですけど、はい、その中で特にあの皆さんたちするとえそれが趣味なのって言われるんですけども、はい、僕の趣味は献血なんですよ。ありました、ね、献血、はい、もうあの何回したんでしょうか。やっぱりね献血っていうのは、はい、自分の健康管理ができるんですね、うん、そしてあのお金も使わずに、はい、自分の持ってるものでもって社会貢献できると言ったことで若い時からですねとにかくその献血をして世の中のために少しでもなればと思ってずっとやり続けてきました。それであの献血ができるのは17歳から70歳前なんですけども、はい、1年に3回しかできないんですよね男性は、はい、そうすると単純計算してもそのできる時まで終わりまで考えると156回しかできないわけですよ。それをなんと私は135回やってます。すごいですねどんなにあの人が救われたかというですね。ええ、素晴らしい。そうですね、はい、素晴らしい。やはりあの自分の持ち物で人を救うというのはすごく気持ちのいいものですので、はい、やはりあの ラジオを聞くリスナーの皆さんもぜひとも献血をしていただきたいなと。それが日本を作る大きなエネルギーになるんじゃないかなと思ってます、はい、もう趣味献血ですね。で今これからの趣味は何になるんですか。これから趣味ですか、はい、やはり健康で少しでもあの厚労省が言ったように100歳までね、はい、普通はあの健康寿命というのは男の男性は71、2歳なんですよ、はい、健康寿命はですね、はい、だからその71、2歳って言ったらもうそこをクリアしてしまったんで、はい、なんとかこの記録作るために100歳までは健康寿命を伸ばそうかなと。それがなんかあの趣味っていうか、はい、やっぱりそこまで使命を感じてますね。ありました。あと今時点で特にこう関心を持っている関心の高いことって何ですか。関心の高いことですか、はい、でやっぱりですね、この4月に、はい、皆さんと一緒に協調として出された地域創生の SDGs、はい、タイトルが人材養成の、やはり実学研究、はい、その五感六育の実践例、はい、っていうのが木村先生のおかげでもって協調と仲間に入れさせていただいて、それでもって何がやっぱり感じたかというとですね、はい、やっぱりこの出版でもってようやっとこの70いくつになって、はい、活字に目覚めたと。もう読めに行く箱もないのにようやっと目覚めたということがもうね自分なりにはやっぱりこう非常に人生の中でもって素敵な1ページを作れたなと思ったんで、はい、今度はやっぱりですね関心の高いことっていうのは、はい、自分はやっぱり健康という分野を伝えるために一生懸命頑張ってきたので、はい、その健康はやっぱり何を明らかにするのかな、うん、でそれをどのように今度は活字化をして、はい、次世代やっぱり引き継ぐにはねその手法としてはどういう手法があるのかなってことを逆に言うと今度、その関心は持ってるんですけども手法が分からないんでまた木村教授にご教授願いたいなと思ってます、うん。もうあれですね、本当にこの協調出版今年の3月に、はい、できましたけども、はい、私も本当は書こうかと思ったんですけど応募者が多かったので私は前書きと後書きだけ書かせていただきましたけど、はい、ありがとうございます、はい、それでは今新型コロナで大変な思いをまだされている方も多数おられると思うんですけどもその中で、はい地域の現状と課題これについてどのように感じておられますか、
そうですね、やっぱりこの未曽有のこのコロナっていうのにもって、もうこれで2020年の2月、3月からですね、緊急事態がスタートしたのはね、そうですね、はい、それを考えたときに、それ前の以前の世の中の、はい、あの常識っていうのが、このコロナによって、その常識が非常識になっちゃって、非常識が常識になっちゃったっていうですね、まるっきり真逆の世界に突入したんじゃないかなと思ってますし、はい、そうするとやっぱりコロナ禍になったことによって、結果的にやっぱりこの家を出るな、要するにステイホームしなさいということがやっぱりあの一時期であったんで、はい、結局は家にいると運動不足になっちゃうんですよね、はい、そういったことがやっぱりどん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 こう自分たちだけかな、周りの人たちだけかなと思ったら、日本中全部がですね、そのテレビだとか新聞、週刊誌などを見ると、やはりそういった報道がされている、その運動不足をどのように解消するといいのかなということもですね、はい、記事だとかそういったものでもって判断している状況があるんですが、その現状を見たときに、それじゃあそれをどうするといいのかなと思ったときに、やっぱり運動をするんだなと、はい、運動はいいんだけども、よくあの話に聞くんですけども、病院に体調悪いから行ったけども、あなた運動した方がいいですよってお医者さんに言われて、入って帰ってくる人がいるんですけども、うちに帰ってから、ところで運動何をするといいんだろうっていうふうにね、クエスチョンマークでもって困ってるわという相談もよく受けるんですね。はい、ですからやっぱり、あの一人ではなかなかできないんで、うん、皆さんと一緒に家族だとか、友人、知人と一緒にですね、やはり運動することが、これからが一番大事なことかなと、そういったようなことをしましょうということをですね、どん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 声を大にして、皆さんたちに広報活動したいと思ってます。ありがとうございます。はい、と川崎優さん、はい、あの自己紹介ちょっとしていただいて、その後今の問いについてお聞きしたいですけど。すみません、川崎と申します、はい、今兵庫大学の現代ビジネス研究科の修士の2年をさせていただいて、はい、あの大学院ですね、大学院の方で、はいはい、北海道室蘭出身で、はい、まあ、今の地域の現状という課題で、はい、あの小林さんの方からもいただいて、やっぱり常識と非常識が逆になったというところで、今までで言うと人と会って話したりとか、当然マスクっていうのが逆になんかつけてたらおかしいみたいなところだったんですけど、逆に今もつけてないとあの不審な目で見られるっていうか形になってるんで、まあその中でやっぱり対面で会うことが減ってきたので、コミュニケーションの能力だったりとか人と話さないことが多くなってるんで、まあこれをいかにこう今の現状のままで人とコミュニケーションして、その人の実際にどういうふうに思ってるのかっていうところをまあ知るっていうところを手段をまあ探していくっていうところが課題かなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。では後藤さんいかがですか。はい、はい、わかりました。あのやっぱりそのコミュニケーションを取るというのが、はい、本来の人間のこう対面だったり、人と共に歩むっていうのは人間の、まあ、動物も含めてですね、あの立場なので、非常にこの2年間3年間で異常だったんですけれども、逆にその中で、うん、できること、はい、でそれを踏まえて次こうコロナ あのが落ち着いてきた時に何ができるかっていうのを考えるのはすごく重要かなと思います、うん、この中で運動というのは素晴らしいことだと思います。例えばどんな運動をしてるんですか。はい、私は、子供と一緒にあの走ったり、はい、あの散歩したり自転車を漕いだりっていうようなことから、うん、あとは水泳ですね。あ、そうです。はい、やってます。私はもうどちらかというと街づくり運動だけなんですしまった、それを言えばよかった。ではあの今 の, あの地域の現状と課題に向けて、その解決をするためにはどんな要素、どんなことが必要でしょうかというのを、小林さんいかがでしょうか。はい、やっぱり解決に必要な要素というのはですね、はいはい、やはりあの今までですとどうもその行政主導型でもっていろんなことを やってるんですよね、はい、特にあのよくあの皆さん家庭の中でもって知ってるあのテレビをもって下町ロケットって3、4年前にありましたよね、はい、あの場合は最初はあの宇宙工学だったのが、今度は農業の方のトラクター関係だとか、そういったあのスマート農業っていう関係でもっていろいろと行政がやってて、非常に目的だとかそういったようなところはいいことなんですけども、現場の方のですね、その従事する人たちが結局後継者もいなければ困ったと、多額な、ね、費用をかけても、はい、ペイしないじゃないかと、
いいことは分かってるけども現場では無理だねっていうようなことでもって、だから行政指導型でやるとそういった現場を知らないことによってちょっとこう歪みが起きていくんですね、はい、だから同じように僕はその行政指導型でもって健康管理をするんじゃなくて、自発的にやっぱり 自ら自分たちが取り組む環境づくりをしなければならないかなと思ってますね、解決するには、はい、そのためにはまずお手本となることをしなきゃならないなと思って、よく各自治体と大企業が包括連携協定ですよとかってかっこいいこと言ってるんですけども、そんなかっこよさじゃなくて、小さな町の商店主同士がですね、やはり横のつながりを取って、それ業務提携をして、そして身近なところからそういったような自ら町の人たちの健康管理は自分たちでやっていこうかと、そういったこともすごくこれから必要じゃないかなと思ってます。そうですね、なんかだん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 と、例えば行政が主導になりますと、こうやってくれるものと思う人たちもいて、はいはいはい、自分たちで考えてこういうところが足りないから、はい、こういうところを協力してくれないかっていうことじゃなくなって、次何やってくれるのって話になっちゃうんですね、はい、これはもうお互いにこれよろしくないので、できれば、はい、やはり自分たちが今どういうことができて、どういうことがちょっとできないのかと、その部分をどうカバー、はい、どこにカバーしてもらうかっていうことを考えないと、自分たちで動くことができなくなっていきますよね。そうすると結局は持続しないということになってしまって、何らかの事業を展開しても単発で終わってしまうというところに行き着いちゃうとですね、本当におっしゃる通りだと思います。で、今具体的にそのようなことをもう分析なさってますんで、それを具体的に実施しているっていうことは何かありますか、はい、まあ、ダンス運動はそうですけども、やっぱりですね、はい、僕たちはやっぱりその体を動かすこと、要するにダンスを通して何かを健康管理をしていくということ、はい、まあ5、6年前にチューリヒ大学のですね、スイスのチューリヒ大学でも論文を出したときに、はい、その中に社交ダンスをすると健康にいいよっていうことが論文でも出されたんですね。それを見たときに、あ、やっぱりそうなんだなということもあって、はい、どん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 その踊って何かをっていうだけじゃなくて、はい、みんなと一緒にやるためには、僕たちがやっぱりそれはモデルケースを作るためにと思って、この間、2月でしたか、はい、2月に、とにかく健康と地域づくりの街小樽宣言をしたんですね、はい、それをしまして、そして、ちょっとした商店の人と一緒に業務提携しましょうっていうことでもって、そのお店先をちょっとこう広スペースがだいたい畳が6、7枚ぐらいの広さがあったので、そこでもってその地域の人たちに集まっていただいて、そしてどうすると健康になるのかっていう座学と、はい、そして哲学をですねやったところ、非常にですねびっくりされましてね、あ、こんな簡単なことでもって健康管理できるんですかというようなことでもって、逆に言うと、こういうことを知らなかったんですかっていうですね、お互いがやっぱりね情報を知った、はい、情報を伝えたによってその地域がですね目覚めてくれたんですね。それでずっと毎月定期開催するように今やってます。それがどんどん他の方に今度知っていただいてですね、はい、それ知っていただいたのもちょうどいいことにメディアが取材に来てくれたんですね、面白いって言ってましてね、そういったこともあったんで、はい、その新聞記事だとかああやってタブー都市を読んだ人が、はい、うちの関係のところでもやってくれるかなっていうことがちょっと広がりましてね、そしてその、お米屋さんだとかお魚屋さんだとか、はい、あとは本屋さんとかね、薬局屋とか化粧品屋さんっていうところからちょっとこう問い合わせが来ましてね、はい、そしてなんともう化粧品屋さんのところでもってもう実際にもう行動に移りました、活動してます、どん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 広がっていってます。これですね、ダンス運動を行っている方々の仲間の方々の町の、はい、それぞれの方々がその個人商店とかといろいろ組みながら、はい、それぞれのことが一つのそこを核となっていって、将来的にこうつながっていくみたいな、はいはいはい、そうですそうですそうですね、はい、そして逆にですね、はい、そこで受けた人が、はい、友人知人だとか親戚の人たちにいろいろとこう情報を出しなさいって言ってるんですよね、はい、アウトプットしましょうと、
インプットばかりじゃなくてアウトプットするとより皆さんたちにあなたの存在の価値観が喜ばれますよということでもって、はい、そこでもってまたちょっとそのコミュニケーションがどん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 広がっていくっていうことでもって、本当に嬉しいその何でしょうね、交流、要するに友達関係のコミュニティが広がっていくっていうことでもって喜ばれてますね、そういう意味でも。はい、これってあれですか、小学校とか中学校とか、はい、まあ、特に私は関心強いのは子どものうちからそういうのをこう接する機会を作るって大事だと思ってるもんですから、はい、もう実際やっておられますよね、小学校。そうですね、はい、はい、ずっとそのね、はい、2012年からですね、学校の関係がいろいろとこう変わってきましたから、はい、外部のそういった能力のある人たちどんどん学校に入ってきてくださいっていうそういったような文科省の、はい、呼びかけもあったもんですから、僕たちはすぐそれを率先してやりました。それで今現在も小学校中学校までをいろいろと用法も含めてですねやってるんですけども、非常に喜ばれてます。これあれでしょうか、今小林さんがこう小学校に行ってこう、はい、こう教えたりこう皆さんにこういうふうにやるんだよって伝えたりしてて、はい、それがおそらく子どもからお父さんお母さんとかですね、保護者の方に伝わっていったりするんだと思うんですけど、はいはい、できれば、小学校中学校とか高校とかが一緒に、はい、いわゆる小学生中学生高校生ですけど一緒になって、その学ぶっていうかそういう機会を作って、はい、今度は高校生とか中学生が小学生に教える、うん、そうそうそうそんな形にしていくと です、ね、すごくこうお互いに、はい、ずっと単なる学習してるっていう、指導を受けてるっていう立ち位置から今度は自分がそれを学んだものをこう伝えるっていうところに変わっていく。そうすると小林さんの弟子がいっぱいできるとっていうのはどうでしょうか。いや、やっぱりね、それが僕たち最終的に求めてるんですよね、はい、要するに兄弟も少なくなってきたんで、はい、人との接し方も分かんなくなってきてる、ね、今の現在の子どもたちとかですね、うん、あとはその家族になってるもんですから、はい、その3世代が同居するっていうこともなかなかなくて、はい、それたまたまその3世代がいても今度逆に言うとね、共通する話題がないので困るとそうです、ね、いうことがですね、そうするとうちの中にいて3世代がいる時間がどんどん増えてるのにもかかわらず、はい、今度会話がないんですね、はい、それで会話がないんでそういった現状を僕も見たんで、この間も小学校行った時に今度子供たちにそのさあ踊りましょう動きましょうって時に使った曲がですね、童謡を使ったんですよね。童謡ですね。はい、そうしましたらね、子供知らないんですよ童謡、はい、なぜかというとですね、小学校の音楽の時間に、はい、まあ童謡を習わないんですね。そしてようやっと中学校行ってからなんかちょっと一つ二つ習うだけでもって、はい、それが今の現状なんですね、はい、だから動揺を知らない子供たちなんですよ。もうそれ聞いたら木村先生動揺しちゃいますでしょ。そうかなりですね。戦争を知らない子供たちからですね、いや、そんなことでね、子供たち学校でもってそういった子供たちがやった時に、はい、僕質問したんですね、はい、こうやって動揺を皆さんこう聞いて、あ、こんな音楽知らないって言ってるけどあなたたちは毎日聞いてんだよって僕言ったんですね。呼びかけたんですけど、えって首かしげてるんですよ、子供たちが。なぜかわかります？僕は毎日聞いてんだよねって言ったんですけど、はい、さあリスナーの皆さんわかりますかね、これ毎日聞いてる土曜があるんです。聞いて知ってるので言えないですよ。リスナーの皆さん、もしできたらこれなんか商品やってくださいね、はい、後藤さんやってくださいね。できたよ、分かったよっていう人がいたらね、はい、まずなんか食券をやってください。先着いって、全国的にですね、はい、童謡が毎日流れてるんですけども、はい、なんとゴミ収集車、ね、そうですね、あれがね童謡を使ってるんですね、はい、童謡とか消化を使ってるんですよ。ところが残念ながら子供は知らないんですよ。なんて言ってるかというとね、ゴミ屋さんの音楽って言うんですよね、はい。だからそうじゃなくて全国的には全部そういった童謡の音楽を使ってるんですよ、はい、残念ながら学校で童謡にならないもんですから、子どもたちはせっかくメロディーを聴いても
あれはゴミ屋さんの音楽だねっていう、そういった評価してるんですね、はい、そうしたら面白いことに今度うちへ帰ってから、はい、学校でこんな童謡でもって踊ったんだよって言って、そのおじいちゃんおばあちゃん話をしたら、今まで何も話をしなかったおじいちゃんおばあちゃんがガンガン話をし始めたって言うんですね。わしの若い時は、子供の時はってこう来て、はい、子供が今度びっくりしちゃったみたいですね、うん、おじいちゃんは何も知らない人と思ったのが昔の話をしてくれたと。だからすごくこれはもうね、教育の中でもね、すごく僕はいい教育だなと思うんですね、はい、動揺をしているということは、っていうことは3世代が共通するキーワードがあるわけですよ。これですね、だからそういったところでも動揺伝道師っていうかなんか、うん、はい、聖火伝道師ならぬ動揺伝道師を作って、あの地域でこう、ええ、みんなでこうその意味も含めて、はい、その歌った詩の作詞の意味も含めてこうみんなであのしっかりとこう学ぶみたいな機会、踊るし学ぶし、あれですよね、あの後藤さんもさっき運動しますよって言ったんですけど、はい、やはり何の目的でもってどのような運動をすると効果的かっていうのは分かっていればいいんですけど、多分運動って言っても、はい、もう的確な答えは来ないと思うんですね。だからまず一番いいのは、はい、家へ帰ったら、はい、お猿の籠屋がありますから、はい、お猿の籠屋皆さん知ってますでしょ、はい、お猿の籠屋をちょっとこうかけて、ちょっとうちの中でもってね、畳一枚ぐらいのところをスロージョギングするんですよ、はい、そうしますとお猿の籠屋を抱いていいとこね、1分半から2分あるかないかですから、あれをやりますと表のウォーキング、表でもってウォーキングをしたりジョギングする時間の2倍から3倍の効果があるんですよ、はい、ジョギングだけでですか？1曲だけでもすごいです。だからうちの中でもできる運動っていうのはたくさんありますから、はいはい、それを僕は全国各地に行って教えたいなと思ってるわけですね。残念ながらそれを教えてる人はあんまりいないんですね。だからリスナーの皆さんもそういったことがね、はい、あ、運動なんだね、うちの中でもできるんだね、気楽だね、楽しいね、動揺を使うと効果的です。ありがとうございます。いかがでしょうか。はい、でこの新型コロナの中で、はい、今後今こういうことを実施してきた、実践してきたよってことを教えていただきましたので、はい、今後こういうことを展開しようと考えているとかですね、そういう内容がありましたらぜひ、はい、お聞かせいただければと思います。ですね、今後の展望なんですけども、はい、ほんの昨年の暮れなんですけども、はい、内閣府所管でもって、はい、公財の法人の札幌がんセンターセミナーがですね、小冊子を出したんですね、はい、小冊子を出したときそれ何て書いてあったかというと、その表にはとにかく運動ですって書いてるんですよ。たった一文字、はい、題名が、それでとにかく運動ですねってパッと開いたんですけども、はい、ということは私もそれ登録しちゃったんで、こういった冊子を送りますけども何冊いますかって言うから、皆さんのためにと思って10冊くださいって言ったんですけども、はい、結果的に送ってきたのが1冊だけでした。だけど中身を見ましたらね、はい、すごかったですね。もう本当にいろんな意味のその運動だとか効果ですね、はい、それが内閣府所轄で持ってですね、はい、ちゃんと小冊子を札幌がまとめて出したっていうのは僕すごいなと思ったんですよ。それはあれですか、なんかその内容が科学されてるんですか？ね、はい、ちょっとご紹介します、今、はい、どんなことが書いてるかですね、まず目次の方にですね、本当にどんな運動がいいのか皆さん知ってますか、そして生活習慣病も予防しますよ、運動はがんを予防しますよ、はい、血管を鍛えて血流促進の効果もありますよ、はい、そして痛みの予防効果にもなりますよ、うん、あとよく聞く言葉なんですけども、サルコペニアとフレイルの予防になりますよ、あとはうつや認知症の予防にもなります、介護の予防にも、何よりも運動の後の爽快感、運動の効果の現れ方はたくさんあるんですけども、はい、もし運動しなかったらどうなるか分かりますか、だけどあんまり運動しすぎるとどうなるかも分かりますかと、結果的には最後には日本の子どもたちの体力向上には
運動をしましょうということなんですね。で、例えばどういう運動っていうのは書いてるんですか？そのいろんな運動の中でもって、はい、そこからまた佳境に入っていくんですけども、はい、それはやっぱりあの現場の方を回って僕があの指導する方が間違いないのかなと思いますけども、はい、はい、それを期待してます。呼んでください。すぐ長谷さんじます。とそれはどういう運動がこうスタートしていくんですか？簡単ですよ。まず、はい、皆さんたちもしね、リスナーの皆さんも、はい、お気になっている人たちもすぐできることがあります、はい、まずつま先立ちになることなんですね、はい、それでつま先立ちになりながら、はい、カウントでやると辛いですから音楽をかけて、そして1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8ということをやりながら、はい、ほんの 1,2 分だけでもってもひらめきんがすごいんですよ。ひらめきんがどん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 このポンプのようにして、はい、血流が増大して頭のてっぺんまで行っちゃうんですね。だからそういったようにまず足首をつま先立ちで持って鍛えるっていうのと、はいはい、もう一つは太ももを上げるんですね。太ももを上げますと、それでもって今度は大腿骨、要するに足の方と背骨の方に筋肉がつながっているのは腸腰筋ってあるんですけども、はい、それが活発になると、はい、今度は転倒防止になるんです。そうですね、だからこう すり足だとつまずいちゃいますもんね。つまずくのも2通りありまして、はい、いろんなこう階段があったり障害物があった時につまずくのが前の足でつまずくんです、はい、それで転倒するんですよ。そして平らなところでもって廊下とかあと、はい、畳の上とかでもってパッとつまずいて転ぶんですけども、はい、その時は後ろの足が引っかかって転ぶんですよ。あ、後ろの足が、だから後ろの足が引っかかって転ぶ、平らなところで転ぶのは一番おっかないんですね。何かというともう足が上がらないから転ぶんですね、はい、そういうことがあるんで、はい、その転び方にもしっかりとどこが退化してるのかっていうことが全部私たちは分かるんですけどもね。これ退化の改心ですね。だからやはりはい、そういうこともね、逆に言うと今日聞いてるラジオを聞くリスナーの皆さんね、はい、私も1年間に何回か転ぶわっていう人がいると思うんですね。そういう時はちゃんと太もも上げをすると転ばないよ。こうそして足首でも上げてこうある、はい、足踏みするっていうかですね。あ、足踏みをする、はい、そうなんですけども、要するに気をつけしますよね、はい、気をつけをして、はい、よく子供が汽車ポップの格好ありますね。これで汽車ポップ汽車ポップ、はい、この汽車ポップをする手を、はい、手をですね下に向けちゃうんですよ。ここに下に向けて、はい、要するに気をつけをして汽車ポッポの格好した手のひらを下に向けて、その手のひらに太ももをぶつけるんです、はい、もう当てると、はい、はい、そう当たるかどうかですね。それが当たることをやるんですよ、どん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 、ね、それをどれくらい、1日にどれくらいとか1回にどれくらいやるの？例えば、はい、両方でもって10回やったのを2回ぐらいは繰り返せばいいですね。だから大した時間じゃないです。そうですね。でこれもってやると落ちなんですか？はい、だからやはりですね、自分道具も使わないで場所も使わないで、はい、お金も使わないで自分の体でもって健康になっていくっていうのは僕の指導方法なんですね。だからそこのところが面白いと思いますね。はい、はい、ぜひとも転倒しないで、できればテントウムシのサンバなど聞いて、ね、転倒しない健康になっていただければいいかなと思いますけども。ありがとうございます。でやはり これからまたコロナはもう少し続く、早く収まってほしいんですけど、続くと思われるんですけども、はい、そのような中で、小林さんのこれから の運動とかのダンス運動の展開は、はい、どういう方向性でこうまた皆さんに参加していただくような仕組み作りにしていくんですか？そうですね、逆に今それこそ業務提携でもって各町内会でもってやり始めてきたんで、はいはい、そういう人たちがですね、まず周りの人たちに、はい、せっかくそういった集まって習ったことを伝えて
で伝えた人たちが今度町が結構地域が大きくなって、はい、そういう人たちがやっていくと町全体が賑わってきますよね、はい、健康な人が多くなると、はい、そうですね、ちょっとやっぱりあの医療費削減の一つの大きな、はい、あの力になってくるんじゃないかなと思います、はい、そうすると町自体が医療費削減になるとその削減になったお金を他の方に使える、はい、っていうことでもって一番あの手短なですねあのやる方法でもって、はい、一番だからさっきも言ったように道具も時間も何もいらない、それでもってどん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 皆さんたちが健康になってくる、はい、そういった手法が分かったならば、うん、それを町のみんなでやればいいんじゃないですかっていう、皆さんが伝道師になればいいわけですよ。そうすると楽しい町づくりができるんじゃないかなと。そうするとあれですね、筑波でやってる、はい、あれは、何でしたっけ、小学校中学校高校大学連携ですね、はい、あの連携じゃなくてね、はい、スマートウェルネスシティ構想、はい、それをやってるんですけどもね、筑波大学と筑波市が連携協定結んで、はい、それと同じようなことがどんどんできると、その連携協定結んでる今のスーパーあのウェルネスシティ構想も日本全国に広がっていくと、それこそ長寿大国ならぬ健康寿命大国になるんでないでしょうか、日本も。それを望んでます。ちょうど私近々というかこの頃ですね、いろんなところから、はい、講演というか講話依頼を受ける中の最も多いのが、はい、自治会をどうするか、町内会をどうするかということなんですね、うんうん、でやっぱりそこの中では関心事は子どもたちとどういうように触れ合っていくかでしたり、はい、あとはその健康維持をどういうふうにこう図っていくかと、はいはいはい、ちなみにあれですね、朝6時ぐらいに集まってラジオ体操とかやってる町内会もありますよね、うんうん、どうですか後藤さんと。まあそうですね、はい、本当にあの地域社会の人たちがラジオ体操側にちゃんとこう、はい、そういうことをねほんのわずかな時間でやっていただけると、はい、非常にいいのかなと思いますね。だからみんながこう関わりやすくて、ええ、みんながと簡単というか分かりやすく参加できていくようなものでないと、はいはい、やっぱり続かないんですよね、ええ、だから分かりやすくてある程度簡単で、ええ時間も割と短時間でっていう、はい、でそれである程度の効果が出るみたいな虫がいいんですね。そうですね。そしてプラス、はい、楽しくて面白い。そうなんです。楽しくて面白いから続くということですね。はい。もうそういうような展開が必要ですね。うん、だから逆に言うと木村先生がダーッとこうね全国回ってるんですから、その時にこう。自らやっていただいてね、はい、私でもここにやってます、だから転倒しませんってね、動く広告となっていただければすごく日本が明るく。ちなみに、はい、ちなみに明日17日は、はい、北海道の恵庭市にある、はい、そうですね、北海道文教大学で、はい、14時30分からシンポジウムを行いますけども、はい、そちらには参加なさるんですか。明日先生の顔を見に行きますよ。ではその時にちょっと休憩時間の合間でぜひちょっと展開していただくっていうことにさせていただければ。そうですね。やっぱりですね。結構ね学会のメンバーの人たちも高齢者が多いですから。はい。せっかくね、やっぱり高齢者が多い人たちは転倒してね骨折してもらったら困るんで、はい、そうですね、やっぱりそういった転倒防止のための方法はこれが一番簡単でいいですよっていうことを。覚えてもらって学会のやっぱりパワーになってもらわなきゃ困りますね。で、あと7月の1日ですけども、はい、被災地だった大変な思いをされた厚真町、はいではい、7月の1日は10時からなんですが、はい、14時から北広島市で、はい、シンポジウムをしますので。あ、そうですね、北広島市は近いですからよろしければ、はい、はい、ぜひ。いや、これも休憩時間に木村先生がね、はい、来なくてもいいよって言っても僕は行くようにちゃんと予定入れてますよ。 ありがとうございます、はい、あと8月の8日ありますし、はい、8月の28日もありますので。はい、ありましたね。ぜひよろしければ。もうできる限り、はい、なんかね残された人生少しの時間でも多く
はい、木村先生がこうあの後ろにふっついて、くっついて歩いてね、何かこうエキスをたくさんもらうのかな、そういうふうに考えてます。ちなみに8月の8日は北海道の安平町という、はい、安平町でしたね、行いますので、はいはい、ここは道の駅のことですとか、またはその6次産業化ですとか、いろんなことで、はい、とこう頑張っていきたいと言ってまして、なるほど、なるほど、なおかつただあれですね、木村先生、はい、僕思うんですけど、はい、皆さん学会の人たちすごくね、あの高学歴の人たちもたくさんいたり、はい、またあの、はい、現場でもって試験やってる人たちいるんですけど、はい、僕のもってやっぱり健康を害しちゃうと何もできなくなっちゃうんですね。はい、ですから何が大事っていうよりも、はい、まずやっぱり自分のあの体の健康管理は自分でしましょうっていうふうにね、そういったようなことが僕たちの求めているダンス運動 の、はい、あの一つのコンセプトなんですよ。大事ですね。ですからやっぱり そこのところ皆さんね、はい、誰かがやってくれるんだろうじゃなくて自分でやらなければダメなんですよっていうことをやっぱり啓蒙啓発しながら、はい、そして皆さんたちがしっかりとそれを捕まえていただいて、はい、自ら健康になっていただいて社会貢献に頑張ると、はい、ふうにあの期待してるんですが、いかがでしょうか。ちなみに8月の8日の安平町なんですけども、安平町では、はい、東京農業大学の卒業生がその町に6人いまして、はい、ああ東京農業大学の卒業生の、まあ、OB の会を作ってまして、はい、非常にあの活発になんか活動されてるっていうのを聞いてるので、あのあ私は楽しみにしてるところなんですけど、はい、で町長さんの及川さんという町長さんがもうぜひということで言っていただいてます。いや、あれですね、本当に世の中たくさん、はい、いろんな健康に対する情報は氾濫してるんですけども、はい、あのやはり短い時間で誰でもね、はい、あの本当に年齢関係なくしてどんな人でも、また障害のある人でもない人でも、あの要するに、高齢の方でも幼児でもねできるというようなものがやっぱり僕一番いいと思うんですね。はい、家族みんなでもできるっていうのが僕の考えてる、あのダンス運動の一つなんですけども、はい、はい、頑張ります。時間が来てますので最後にこのことだけはということで、一言これだけは言っとかなきゃというのがありましたら、あ、どうぞ。これだけですか、最後にですか。はい、そうですね、やっぱり今の世界の保健機構でも言ってるように、はい、健康が一番の幸せですよ。幸せって何なんですかって言うけども、はい、やっぱり健康です ね、 そうですね、健康が一番の幸せなんで、僕たちはその健康を皆さんたちでもって自己健康管理をしてほしいために、そのいろんな仕方をあのお伝えしますので、一緒にダンス運動をして、そしてそれが健康の総合教育ですよというふうに思っていただいて、これは教育なんだというふうに考えていただけると僕は嬉しいなと思うんですね。はい、頑張ります。ありがとうございます。それでは、はい、樺沢さん最後に一言。最後に頑張ります。後藤さんどうぞ最後に一言。はい、このような場に同席させていただいて非常に心も体も健康になります。ありがとうございます。ではもう少し時間がありますので、次回の予告をお話しした後にもう一回小林さんに登場いただきますの で次回は7月の21日ですね。でゲストは東京農業大学の武田浩二教授ですね。何をこうされている方って言いますと、よくテレビにも出てたんですけど、ザリガニの研究開発、ザリガニだけではないんですけど開発をされていて、でこれを子どもたちに教材として、これ色を変わるんだよねっていうんで、いわゆるどういうことかと言いますと、鮭って本当は白身なんですね。で赤身のものの色素のものを食べるから赤みがかっていくんですね、身が。となるとそれを応用すればザリガニも色変わるんじゃないかと、その色素、それで本当に変わると。でこれどうして変わるんだろうということを科学していくっていう、子どもたちに教材として伝えていったんですね。でこれを今これ食料にできないの、これから人口、世界は人口増にありますからできないのかということを含めて、でそれを今研究開発しているということですね。もうぜひ7月の21日皆さんお聞きいただければと、うん、ザリガニだけではなくいろんな話をこう聞かせていただけると思います。それではもう一度小林さんに戻りまして、はい、武田先生ご存知ですか、ザリガニの、はい、はいはい、もうオホーツクキャンパス
もう東京農業大学のオホーツクキャンパスは網走市にありますけど、そこにお勤めにもなってて、現在はあの世田谷キャンパスで勤めているんですけども、ずっとそういう生き物、生物、生き物をこう研究開発なさってるという方なんですけど、ご存知でしたか？なんかザリガニとダンス運動とかって伝わる。いや、ザリガニもあれ本当に色を変わるって面白いですね。はい、すごくよくああいう殻の色が変わるんですよ。はい、だからカラーって言うんですけど。あれですね。ちょいちょい入れますので気にしなさい。でちなみにまだあと5分ぐらいあるんですけど、お聞きしたいのは SDGs の17項目がありますけども、その SDGs の17のうち、はい、小林さんが今特に関心が強いのは、このダンス運動も通じて関心が強いのは、これ何番になるんでしょうか？ですね、はい、何番だったのか。例えば1番というのは貧困をなくそう、2番が、はい、まあ、いわゆる飢餓をゼロに、まあ、確かね、はい、3番だとか、3番は全ての人に健康と福祉を、そうですね、はい、3番だとかね、3番、はい、ありましたよ、たくさん、はい、5つぐらいあった、僕考えたんですよね。ちょっと今思い出せないんですけど、はいはいはい、確かに3番は全ての人に健康と福祉をというテーマです。はい、はい、それがやっぱりあれですね、はい、健康になるっていうことを皆さん簡単に考えてるんですけど、はい、実を言うとですね、僕昨日目の検査行ってたんですよ、眼科に、はいはい、なぜかって周りが皆さんね、僕よりも10歳も20歳も若いのに、はい、眼科行って、そしてなんか手術したよって言うんですよね。だから白内障の手術をしたって言うんですよ。それもって、いやすごくいいから行っといて行っといてって言ってたんで、はい、僕も昨日行ってきたんですよ。そしたら、はい、みんなが白内障になってるって言うから、僕もこう見てくださいって見たんですけど、全然なんともないよってやったんですよね。だから普通70過ぎると結構みんなダメージあるんだけどって言われたんですけど、はい、ちゃんと視力も低いと思ったんですけども 1.0 あるからまず大丈夫だよね。大丈夫ですね。そして別に眼底も見たけども、はい、眼底も異常もないしと、眼底よくな、もう異常ないんだったら頭の中はよく分かんないけどねって言われたんですけどね。でもあれですね、コレステロール値とか何かが高いと、こう目の眼球のこの毛細血管もこう、はいはいはい、詰まってきますから、ええ、もう それはないということですね。健康、もう健康そのものということですね。全然ね、すごく正常ですって言われました。だからまだ心配なくてもいいよということで思って、 あとその4日前には札幌のそれこそがんセンターでから呼ばれましてね、はいはい、定期検診したんですよ、はい、そして胃カメラを飲んできました。そしたら胃の中もすごく綺麗で、全然腹黒くなくてよかったなと思って帰ってきました。あと心臓に毛が生えてるかどうかぐらいですね。ピロリ菌も全部ね、ピロリ菌もいないって言いました。あ、ピロリ菌もいないです。はいはい、もう気になるのは気の毒ですね。もうちゃんと引き払ってもらいました。そうですね、秋が大さんです。あとあれですね、首のところの血流のところをエコーをするかどうかですね。いや、やっぱりですね、はい、いつもね、はい、足、つま先立ちをしたり、あとちゃんともも上げをしたり、はい、運動してるから僕はいいのかなと思ってます ね。これ毎日やってるんですか？毎日やってますよ。ちゃんと動揺をかけて、7曲動揺をかけてね、はい、うちの中でもデスローチョークやってます。で7曲かけると10分ちょっとなんですよ、はい、10分ぐらいなんですね。すごくね、汗かきますよ、びちゃびちゃになっちゃいますよ。私も大学にはだいたい6時40分とか6時50分に大学に出勤してますので、それあれですね、10分間ぐらいそれでやるといいですね。まずね、10分もいらないですね。いいところね、3、4分やるだけでもってすごい効果出ますから。分かりました。だからちゃんと動揺かけるとね、心がすごく和らぐんですね、はい、だから、ね、今風の音楽よりも、はい、かえって動揺でもって心を安らながら、はい、そして、2、3分やるだけでもってすごく豊かな気持ちになりますよ。どなたでもできますからね、ぜひ YouTube かなんかでその3分こういうふうにやるんだとか、5分だったらこうやるんだとかっていうのをこう発信していただけると、はい、よりなるほど、
それをぜひってなってくるんじゃないですか、ね、そうですね、うん、こんなに健康だよみたいな。今度あの同様の、はい、あのこの曲でもっていいですよってやった時に、はい、そのかあの達成感をね、はい、感じてみてください。今度やりましょう。ぜひ。あ、もうあと8秒ぐらいしかありませんので。あ、今日は本当にお忙しい中、はい、はい、北海道小樽からありがとうございました。ありがとうございました。はい、また今後ともよろしくお願いします。さようなら。ありがとうございます。はい。